秋吉台を通過する秋吉台公園線、山口県道242号、秋吉台公園線は、山口県三重市三東町赤から同市周防町、秋吉に至る、一般県道である。通称、秋吉台道路、秋吉台スカイラインと呼ばれるほか、秋吉台カルストロード、単に、カルストロードの愛称を持つ。その名の通り、秋吉台国定公園を貫く路線である。 秋吉大北園の峰市周法町赤から、秋吉大城の稜線をなぞるようになんか秋吉大科学博物館などのある展望エリアを、かすめて、周法道入り口付近からトンネルで、ショートカットして、国道435号までを結ぶ。 大半の区間はもともと日本道路公団が1970年10月5日に一般有料道路、秋吉台道路として整備した区間であり、終点付近のトンネルの前後区間のみ、山口県が過疎大高道路事業で、峰市道として整備した区間であったが、2011年に一連の道路として再指定された。現在の県道は、小郡萩道路開通に伴う県道網の、 再編により2011年5月27日の山口県国時第232号に新たに県道に指定された路線であるが、前述の通り道路自体は、大半の区間は1970年に開通していた。なお、県道指定の初期は、現在と県道番号が異なる、山口県道243号、秋吉大公園線を名乗っていた。 日本最大のカルスト大地である州宝台の中を本路線が循環し、道は緩やかな起伏のあるカーブが連続する。このカルスト大地を南北に貫くように道路が作られたところからカルストロードと呼ばれている。沿道の広大な草原には無数の白い石灰岩が立ち並び、春5月頃から初夏にかけて草原が新緑に覆われた。 得意な原野風景を望むことができる。秋吉台は、毎年2月になると、野焼きが行われるため、その直後には黒く焼け焦げた場所が多い普段と違った、異様な光景を目の当たりにすることもできる。終点に近い沿線には、日本最大規模の小乳道で知られる、周報道があるほか、道路周辺に観光施設が整備されている。秋吉台道路に関するカテゴリ ありがとうございます。